やさん、ソーシャンクの空ですかまあ自由ね本当貴重ですよねまあ自由っていうのは偶然できたわけでもなくてもともとあるわけでもなくて私たち民族が長い時間をかけて勝ち取ったもんだと思うんですよねまあ例えば江戸時代にはこの自由はなかったわけですよ例えば村から村へ移動の自由がなかった関所っていうのがあって関所では人間の移動が基本的に禁じられていたんですよね こっちの村からこっちの村へ特別な理由がある場合だけ通行証ってのをお殿様か役人に発行してもらってそれを席所で OK が出たら渡れる OK が出なかったらひどい時にはそこで逮捕されるみたいなこともあったわけですよねだから移動に関しても自由ってのは当たり前じゃなくって長い時間かけて私たちの先祖が勝ち取ったものなんですよねでえっと職場の自由職業選択の自由これも 以前はなかったです。全員農民ね役人になるっていうのはなかったんですよだから転職するとしたら身分を捨てるしかなかったんですよね基本的には悪くなるまあそういった転職なんじゃないですかでも今はどうですかね何か個人が自由を制限されることってあるんですかねもし自分には自由がないっていうんだったらそれは自分の力で広げてないだけかと思うんですよ しかもその自分の力で広げるってのも、例えばお金の自由がない、欲しいものが買えないとなると、まあ仕事の時間を増やせばいいかなっていうこととか、単価を増やせばいいかなっていうこととか、ビジネス自体を変えていけばいいってことにもなりますよね。もうね、下水まみれになって、そこを抜けないと自由になれないっていことでは私たちはないんですよねで。私たちはね、やっぱりね、もっと自由の、 このの無限の貴重さにもっともっっととと気づかかなななくてはいけないかなと思いけ思ます。私は逮捕された時にその自由の貴重さって本当に感じました逮捕されて牢屋の中にいても時間は同じように過ぎるんですよ牢屋の外牢屋の中同じようにでも牢屋の中では自由がないですから本当にねあり余る時間を何かに使うことができないんですよこのねもったいなさはないですよねもちろん ビールを飲むことにできないし焼肉食べに行くこともラーメン食べに行くこともできないわけですよ、まあ、飲食だけじゃないですよやっぱりこう寝ようと思ってもね寝れないんですよなんでかっていうとよ昼間は何もしてないんで初日は寝れたんですけど二日目から疲労がないんで寝れないんですよね他にも通信の自由もないですしね人と会う会話の自由もなかったり何もかも自由がないんですよね だからその自由ってのはうん私たちの基本的な人権でもあるしでも自由が束縛されている人ってあんまないと思うんですよね十分に使っていきたいですね